空から見た伝道とフォーセットスタジアムプロフットボール伝道はアメリカ合衆国オハイオ州関東にあるプロフットボールの伝道1963年9月7日に17人の人物が初めて推薦された。2010年までビリー賞を除いていずれの人物も NFL との関わりがある。 シカゴ・ベアーズの関連人物が、最も多く26人の人物が選出されている。毎年スーパーボウルの時に、電動入りする人物が発表され、おおむね8月第1週に、セレモニーが行われる。それに合わせて、ホール・オブ・フェーム・ゲームと呼ばれる、プレシーズンゲームが開催されている。トンに殿動が建てられた理由は三つある。一つ目は、NFL の前身である。 アメリカンプロフェッショナルフットボールアソシエーションが1920年にカントンで創設されたこと。二つ目は当時、カントンブルドッグスというチームが大きな成功を収めていたこと。三つ目はカントンが電動を建設するためのロビー活動を NFL に行ったことである。1962年8月11日にフォーセットスタジアムが完成。 1963年に、電動の公開が始まった。当初の建物は2つの部屋しかなく、床面積は1800平方メートルであった。1970年4月に、初めて増築が62万ドルをかけて始められ、1971年5月に、完成、床面積は3200平方メートルに増加した。この時にギフトショップが開かれた。 この年初めて年間入場者数が20万人を突破した。1978年11月には床面積がオープンした時の2.5倍となる4690平方メートルとなる増築がされた。その後1993年7月まで増築はされなかったが920万ドルをかけて7647平方メートルに増築された。この時、 ゲームでスタジアムが設置され、NFL フィルムズによって6.1メートル13メートルのスクリーンが設置された。主にスポーツライターから構成される44人の選考委員会によって、電動入り人物の選考が行われる。選考委員は、プロフットボールライターズアソシエーションからの代表を除き、一度選出された場合、 亡くなるか引退するか辞任しない限り永久に任務を務める。選手、コーチは引退後5年経過しないと選考対象にはならない。オーナーやチームエクゼクティブなどはいつでも選考対象となれる。ファンは手紙、または E メールで殿堂入りにふさわしいと思う選手、コーチなどを投票する。その後委員による3回の投票で25人に候補者が絞られる。 11月にメールでの投票によって候補者は15人に絞られる。他に引退して25年以上経過した人物を対象としたシニア部門での選考も行われ2人が追加され17人が最終選考に進む。そしてスーパーボールの前日に投票が行われ、殿堂入り人物が決定される。毎年4人から7人が推薦されることとなっており、 投票の際に80%以上の賛成を得た人物が殿堂入りとなる。80%以上得た人物が7人を超えたり4人に満たない場合は得票率で調整がなされる。ありがとうございます。